エクスプリームマン。おっす。エクストリームマンです。第2回も達人の皆様による技術交流会の模様をお届けします。それでは園先生。はい。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。園先生、エクストリーマンの旗揚げ大会では1分間高速ミドルキック連打チャレンジでスペシャルゲストとしてなんかちょっと番外戦術みたいな感じになったりしちゃいましたけど、いやどうでした？普通にやるのもある程度は、まあ、足技のね、武術なのでできるんだけど、そうじゃないよね、見たいのはと思って、カポエラらしい技をいろいろと、そうですね、記憶に残る足技で会場を当ててくれました、はい、先生はどうしてブラジルの伝統武術であるカポエラの伝道師になられたんですか？はい、これちょっと特殊なタイプなんですけど、もともと自分は総合格闘技をやりたくて、そうなんですよ。で、それでまあじゃあその世界にいきなり飛び込むのはいいのかと思った前に、はい、まずは何か人にないものを持った方がいいんじゃないかと、そのバックボーンがある人ってやっぱり面白いんじゃないかと思って、はいはい、それでなんかそういう実践に生きるけどみんながあまり知らないものって何かなと思って、うん、いろいろ調べてカポエラに行き着いたという。そうなんですね。そうなんですね。へー、はい、でまあそのままカポエラ自体が面白くて奥深くてっていう感じで、うんうん、もうそのままいつの間にか先生になっていたという、そんな経緯でございます。今日はね、ぜひね、キックでも使えるカポエラの技を特別にご教授願いたらと思ってます。はい、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。似た部分とかもあるんですけど、こう伸縮する棒のようなイメージがあって、自分たちは鞭のようなしなりをかなり使うんですね。なので体幹を直線で動かすことはもちろんあるんですけど、こう体格の斜めに思いっきり伸ばすっていうのがすごく多いんですね。ものすごくひねるとかで、ひねったひねった先に最後蹴りが出るとっていうような感じで、ちょっと空手の後ろ回しとかとも違ったりするんですけど、今日は後ろ回し系ではなくて、あえて正面で蹴るのの思いっきり反った蹴り方、これは名前の通りムチなんですね。シバータという蹴りなんですけど、これをちょっとやろうかなと思うので、はい、皆さん多分あまり心を柔らかく動かすって普段されてない人多いんじゃないかなと思うので、ちょっとそのあたりやってみようかなと思います、はい、床を触ってみませんか？床を触る。で、これ腰が落ちると立てないので、全ての関節、筋肉を総動員して体を反らせて、かつ体もひね、床を触って触って、おお、こんな感じで、で、あと、はい、腰、皆さん腰が後ろに下がると座っちゃうので下げないんですね。もう前から蹴りが来てもこれで避けれる。すごい、先生柔らかいな。でもこれは柔らかいんじゃなくて、柔らかく使ってるだけにするんじゃなくて、そうなんですよ。ブリッジやると分かるんですけど、ちゃぶ台なんですね。全然上に伸びないんですけど、こういう人でも全然こういう柔らかく体を使うっていうのはできてしまう。今からやるシバータっていうのもちょっと大振りな蹴りではあるんですけど、まずはちょっと習得してこの斜め使うっていうのをやってみようかなと思います、うん、大きな動きだから途中で変えられるんですね。そう、細かい動き、例えばパンチをこうやったりはできないと思うんですけど、大きな動きなのでその中で切り替えたりとか、いろんなこうどんどん形を変えられるんですね。この足の後ろ、この辺りに三脚になるように三角形に、そして頭はグッと入れて前を見る。そのまま最初はこんな感じで一回転を目指してみましょう。床を触るからこそこの回転がやりやすいですね。ですね、多分体動的な回転が曲げちゃってるってことですか？ですね、体を横に流すのではなくここに来るんですね。近くでもですか？このここに来ちゃいます。あ、なるほど、なるほど、こういうことですね。そうですね、なるほど。だからすごい反っちゃうことになる。じゃあ反っちゃって蹴るみたいな。はい、床に手をつけた段階ではまだ足この辺りにあるんですね。で、そこから蹴っていく。
ちょっと時間かかるの。そうです。蹴るときは下から見てるんですか。ずっとあのさっきと同じ この状態でここに床がありますけど、今この状態で相手を見続けるので、顎引くとより上が見えます。そう、さっきね、先生に顎引けって言ったら、ただ見えたの見るとかそう、見えなかった。多分似たようなあの目の使い方されてると思うんですけど、顎引けって言ったら見えた、まあ、ここから見るんですね。で最初体をこう振ってやるとやりやすいですけど、あのこう引っ張られてゴムのように伸びて、この足が後からついてくるっていう感じで振って蹴る、斜めの円盤を作れるというですね。だから主にやっぱこの、この腹斜筋ですかね、この辺りをすごく使うんですけども、はい、これをちょっと意識して、ここから また足伸ばさないで構わないので、お腹を先に上げて、さっきと同じような感じで回転してもらう。こうやってみましょうか。ああ、こっちが、あ、そうです、そうです。これだったら、そう、あ、そっちです、そっちです。なるほど。まあ、こんな感じでこう開いて体幹を使うっていうのの応用が効くので、あ、はい、まあ、大きく振るからこそ途中で変えることもできるし、それにあの、まあ、引っ張られて、例えばガードが上がったらここでミドルを蹴ればいいし、ミドルを蹴った後であればローに行ってもいいでしょうし、まあ、いろいろ変えられるし、逆からもできるし、で精神科医官的になったらこういうのにも効果ができると。こういう感じで思いっきり、いや、その流れでここに持っていくというのを教えしました。みんな反応するからね、裏から見てるからね、反応するから、はいはい、そう、だからみんなこっち見たら、あ、来るな、こっち、空いてるところに。嫌ですね。そうですね、嫌ですね。今から皆さんにやってもらうのは前に飛んでいくやり方です、うん、これでこう前に手をつけて今の蹴り方をすると、こんな感じでかなり遠くから今の蹴りができた。この足前後の斜め前に手をつけて、後ろ足がこの間を通るんですね。ここを通っていく。できそうな人は前に出した足が浮いたまま飛んで蹴る。うわあ、とにかく向こうに行くぞっていう思いで前に足を出して、そうそうそう、で自分の、はいはい、自分の前に出せるといいですね。腰きますね。こっちに出るところ、はい、この辺りです。でカポエラも全く同じで、蹴りが来たら、攻撃が来たって言ったら一緒に動くしかないんですね。抗ってたら大変なことになるので、ガードではなく一緒に避ける。そしたらその回転がそのまま攻撃につながるみたいな、そんな感じでこうお互いぶつからないようにこう歯車の動き合うので、旗から見るとこれもともと話し合って決めてるんだろうなって見えちゃうんですけど、実際は全部その場で相手の動きに応じてカウンターカウンターカウンターみたいな感じで動きながら攻撃を開始続ける。でその中に今こういう斜めの体の使い方があるので、まあ、カポエラのこの基本的なステップ、これも常に体格ですね。手足一緒じゃないんですね。これはあのカポエラの構えであり、まあ、ステップでもあるジンガというもので、千鳥足とかよちよち歩きとかそんな感じの意味なんですけど、やっぱりこれが上手い人があの蹴りが上手かったり戦いが上手かったりするので、これ下手だけど上手いって言ったら見たことないですね。多分あの同じような話はみんな同じかと思います。あの構えが上手くないとやっぱり強くないよねみたいな。でこれは体を左右に揺さぶるよう、足で三角形を作る、手を歩くときと同じように手足が交差するように顔の前、この辺りにガードを作るよ。常にこの辺りに手があり続けるので、この辺り自分のこうセーフティーゾーンになるわけですね。ここに手を入れ替えて、ここにやっぱり頭突きとか目突きとかいろんなものがあるので、容易に近寄らせると、あ、やる、そうですね、多分わかりますよね、はい、頭突きある武術なので、そう、なので、まあ、この辺りに常に手があり続けると頭はやっぱ近づきにくいですね。そしてこれがさっきのこの柔らかく動かす、イメージとしてはゼリーをこう左右にプル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 させるという感じで柔らかく使う、っていうのをやるので、柔らかいわけじゃなくて柔らかく使えるという感じですね。なのでさっきのこういうのとかもできるんだけど、例えばこう蹴ったここからさっきの蹴りに投げるとか、めちゃめちゃ硬い人でも用い方でできちゃいますよ。はい、というわけでこういうこの辺りを使った柔らかさ、体格を思いっきり伸ばす、これはまああの他の武術、蹴りでももちろんパンチとかにも応用が効くかもしれないですね。なのでちょっと
暇があったら陣羽をしてみたりとか床を触ってみようとしたりとかすると面白いかなと思います。はい、こんなもんでよろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。さあ、カップルといえば手技ですよね。下が弱い。あ、でも早くなってきた。重い。結構辛いですね。おお、なるほど。はい、じゃあカボエラのサブリ先生と手合わせしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと待って、僕全然飲めないんだけど。危ないね、これね。おおすごいね、これ。足払いなんだね。倒すのが好きな戦いなんですね。おー、すげえ。ありがとうございます。カニバスラにあんだね。ちょっと、後ろ失礼しました。いやいや、すごいね。いやー、カボレ強いね。さすがだね。頭の位置がやっぱりここにないので、うん、そう、常に揺れてるし下にも行くし、そうなの。パンチ打ちたくなくなるという。そう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 、打てないの。そうすると結果的にキックの前で戦ってくれるので、うん、やりやすくなってしまう。そうですね。どうしようかなって感じ。共通してるのはカポエラもそう、鍛えることずっと動いてるね。あ、そうですね。す、止まんないですね。スタミナレにはいいと思います。あ、股関節柔らかくスタミナレに。すごい。カパル強。勉強になりました。ありがとうございます。空道の、ま、技術になるんですけど、スッと、ヘルト、こう、外側からだとどうなんですか。外側の時は、ブルースリーの人生、短い人生でしたけれども、どん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 変化していく。実際のジークンドーはキックよりもパンチの方が、メインです。